どうも皆さんこんにちは、レオスペース TV のレオです。今回はですね、体がちょっと怠けてきたのでオンラインパーソナルジムを受けたいと思います。初めて受けます。オンラインパーソナルジムっていうのは家の中で気軽にネットを介してジムを受けられる、トレーニングを受けられるということですね。で、今回お世話になるそのトレーナーさんなんですが、パーソナルジムビュートリクスの菅野さんにお世話になりたいと思います。なので今からビデオ通話という形でオンラインジム受けていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。わお。それでは本日はよろしくお願いします。お願いいたします。三谷レオです、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ビュートリクスの菅野です。お願いします。お願いします。筋トレを始めようと思ってる人ってたくさんいると思うんですが、なかなかやっぱ個人差とかってあるじゃないですか。そうですね、はい、で一番その初心者でも鍛えやすい場所とか、効果が出やすい場所っていうのはどの辺になるんですかね。基本的にはやっぱり全身の筋肉の大体7割ぐらいが足の筋肉って言われてるんですね。はい。で、その部分を例えば、二の腕だけ痩せたいとかお腹だけ痩せたいっていう方結構いらっしゃるんですけど、はい、基本的にはその部分痩せっていうのは、その部分の筋肉を動かしていけば、痩せやすくはなるんですけど、やっぱり一番痩せるってなると足の筋肉を動かしながらそういう腹筋とか二の腕の筋肉を動かした方が痩せやすいです、はい、普段使ってる筋肉から発展させていくっていうのがいいってことですよね、うん、そうですね、はい、なるほど。逆に効果が出にくい場所とか難しい場所とかもあるんですか。やっぱり一般の、初心者の方だと背中の筋肉って例えば動かした時に意識するのってなかなか難しいと思うんですよ、はい、やっぱりこう見えない筋肉なので、はい、自分でこう動かした時にそこを使ってるっていう感覚はやっぱり難しいと思うので、そういうのはなんかパーソナルとか、そういうこういうオンラインパーソナルとか受けていただいてやった方が成果は出やすいかなと思います。なるほど。なんか変に素人がやると怪我したりとかしますもんね。そうですね。そういう意味ではなんかこうやって聞きながらできるっていうのパーソナルトレーニングのところですね。僕、はい、結構食いしん坊なんですけど食事管理結構大事って聞くじゃないですか。うーん、はい、実際のところってその例えばなるべく避けた方がいい食べ物とかってあるのかなって。基本的にはやっぱりクリーンなものを食べてればなかなか太りにくいんですよ。クリーンなものって言えばお米とか、あとは鶏の胸肉とか、はい、そういうものですね。で、逆に食べちゃいけないものっていうのはやっぱり油が多いものっていうのは、はい、要は揚げ物とかラーメンとか、パスタでも結構油が乗ってるやつとか、はい、そういうものですね。今言ったやつ、全部僕食べてます。いやでも美味しいですよね。美味しいです、やっぱり基本的に美味しいものっていうのは、はい、やっぱり体に悪いって思った方がいいですね。その、例えば週何回食べていいとかって制限もあるんですかね。その方のその目指すところによるんですけど、はい、本当ダイエット希望の方だったら2週間に1回とか、できる方だと1ヶ月に1回とかの方がいいですね。1ヶ月に1回それこそラーメンとかピザとか、はい、そういうものですね、全く食べちゃダメっていうわけでもないですね。自分なりに、そうですね、マイペースにやっていく方はそうやって合わせてやる、そうですね、特にこう長期間例えばダイエットをしたいっていう方だったら、はい、ゆっくりのんびりやりたいよっていう方だったら、はい、徐々にこう週1とかでも食べてもいいかなとは思うんですけど、本当こう今はもう5月なんで、はい、夏までに痩せたいっていうのであればそれこそもう1ヶ月に1回とかそういうもので制限した方が効果は高いですね。食べた後って眠くなるじゃないですか、はい、眠くなりますね睡眠時間って大体どれぐらい取った方がいい、それも本当その方によるんですよ、はい、本当ショートスリーパーの方だと5時間とか4時間寝れば十分っていう方もいらっしゃるんですけど、ダイエットっていうふうに考えればできれば7時間ぐらい寝た方がいいです。7時間、もし、そうです、もし寝れなくても7時間、例えば5時間で起きたとしても2時間ぐらい横になってるだけで、はい、その血流がこう全身に行くんですね、はいはいはい、そうすると筋肉がこう回復しやすくなったりとか体がこうメンテナンスされるので、なのでこう、そうですね、横になる時間っていうのを多く取った方が回復はしやすいので、ただずっと1日寝たきりになってると運動量少なくなっちゃうので、うん、程よい運動をしながら休息っていうのもかなり大事になってきます。7時間を目標に頑張ればいいってことですね。
そうですね。じゃ筋トレって毎日した方がいいのか、週1回した方がいいとかあるのか、その辺分からない。基本的には筋トレってその筋肉を傷つけるっていうトレーニングってそういうものなんですね。なるほど、ダメージ、うん、ダメージを、ダメージを与えるんです、うん、でダメージを与えちゃうと今度その筋トレをすると筋肉が一旦減少するんですよ。まあ、筋肉痛とかなった時になんか使えないですもんね。そうそうそう、そういう感じで一回筋肉は減っちゃうんですけど、またこうさっき言った休息とかを取って栄養とか取ってるとどんどんこう筋肉がそれより強くなろうとしてこう上がっていくんですね。上がっていった時にまた筋トレをするといいんですけど、はい、例えばそれを上がる前に筋トレをまたしちゃうとまた潰しちゃうんですよね。良くないんですかそれは。そうなんですよ。なのでできれば筋肉痛が治って1日とか2日ぐらい経ってから筋トレをした方がいいです。なるほど、1日2日空けて間隔取って筋トレをやる、うん、さっきおっしゃってたその毎日やった方がいいんですかっていうのは、うん、例えば部位を空ければ毎日やってもいいと思います。例えば足の筋トレして腹筋やりますとか胸やります、背中やりますって言って次の時にはもう足ってもう筋肉痛治ってますよね。そうですね、うん、なのでその部分でまた足をやれば全然大丈夫なんですけど、追い込みすぎると良くないってことですね。まんべんなくやっていくってことが大事。そうですね、そうです、そうです。筋トレってお風呂入る前にやった方がいいとか、はい、お風呂出た後にやった方がいい、朝昼晩のっていつなんですかね。もうそれも本当人によって、うん、例えば朝やるとこう血圧が急に上がるので気持ち悪くなっちゃったりとか、うん、全然力が出なくなったりとかする方もいらっしゃるんですけど、基本的にはやっぱりその、まあ、昼以降ですね、昼にかけてこう体温がこう上がっていくんですね。でその段階でやると怪我もしにくくなったりとか、あとは代謝がより上がりやすくなったりとかするので。ストレッチとかってダメージとかじゃないじゃないですか。ああいう体が柔らかくなりたいなとか思ってる人とかも、はい、うん、なるべく昼以降にしたりとかした方がいい。体が温まってる時にやった方がいいってことですね。体が温まってる時にやった方がいいですね。例えばお風呂上がりとか、はい、でストレッチっていうのはどっちかというとなんか眠くなっちゃいません、ストレッチやると。あ、確かに、うん、なので、うん、どっちかというと筋トレっていうのは交感神経を刺激するって言って、はい、その要はアドレナリン出てこうなんていうんですかね、眠気が吹っ飛ぶんですけど、うんうん、逆にそのストレッチっていうのは眠くなりやすくなったりします。副交感神経が働いてこうリラックスするんですね、体が。はいはいはい。なので例えばベッドの上で寝る前にやったりとかお風呂上がりにやったりとかするとすごいいいと思います。じゃあトレーニングの方に移らさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いいたします。まずお尻からやっていきましょう。はい、で、こちらのエクササイズバンドですね。はい、持ってます。こちらご用意していただいた。そうですね、そちらのじゃあ、初心者なのでライトのやつですね、軽いやつ、こっち、この緑のやつで、はい、そうです、そうです。そちらをこの膝下につけます。はい、ここです。で、こういう感じでまた入れいただいて、はい、そう、両膝につけちゃいましょう。うん、はい、そうですね。で、ちょっと膝の下あたりにつけちゃいましょう。はい、そうですね、 OK です。で、お尻の種目からいきます。はい、で、まずマットにこういう感じで四つん這いになっていただいて、そうですね。で、こっから片足を浮かせます。じゃあまず右から行きましょうか。そうですね、右からぐーっと横に広げていきます。おお、はい。で、なるべく高く上げていただいて、はい、戻した時に拳2個分ぐらいキープしましょう。で、地面につかないように、はい、これを繰り返していきます。ぐーっと伸ばしていって止める、ゆっくり戻す。上げた時にお尻使ってる感じありますか。お尻使ってます。 OK です。これは、それを繰り返していきましょう。はい、右のお尻を使ってるっていう感じでいいんですよね。その通りです。で、支えてる足のお尻もどんどんきつくなってくるので、はい、左お尻ですね。はい、うん、それを繰り返していきます。じゃあそこからぐーっと広げて、そう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 。で、ゆっくり戻す。うん、いいですよ。呼吸をしながらとかの方がいいんですかね。そうです。しっかり息吐いてください。で、もうちょっとペース早めます。ぐっと上げて、そう、ゆっくり下ろす。そう、いいですよ。上げる。そう。3。はい。上げる。そう。4。
5、6で、体開かないようにまっすぐにしましょう。そう、7、8、お尻使ってますか？使ってます。 OK です。8、はーい9、はい、頑張って10、はい、5回いきます。はい、1、そう、高く、そうそうそう、2、3、4、ラスト5、 OK、 バッチリです。両足つりました。両足つりました。はい、久しぶりすぎて筋トレが。ああ、そうなんですね。まあ、僕筋トレ苦手なんですよ。ああ、でも筋トレってきついから普通やりたくないですよね。はい、もうそこからずっと逃げてきました。その男性もやった方がやっぱりこう顔とかもシュッとしてきますし、 でも本当男性もあれですよ、美容にいいので、はい、あの顔もどんどんイケメンになってくると思います。まあ、あんまもうあの整ってるので必要ないかもしれないですけど。え、これ以上なっていいんですか？なってください、なってください。神野さんめっちゃ笑うじゃないですか。じゃあ反対いきます。はい、お願いします。はい、じゃあ今度、逆向いていただいた方がいいですね。そうですね、はい、で、もう一回胸グッと張っていただいた状態で片足上げます。はい、そこから横にグーッと広げていく、限界までいく。そうで、ゆっくり戻して拳2個分ぐらいキープして地面につかない。これ繰り返していきます。グッと上げる、そう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 、2、いいですよ、3、4、5、6、うまいですね。7、今話しかけちゃダメです。8 9 10、5回いきましょう、頑張って。10の壁がすごいっすね。2 10の壁が3 6ぐらいまで余裕なのに10個。そうですよね。4 ラスト5、 OK、 うん、バッチリです。あ、で今10の壁がついておっしゃったんですけど、はいはい、それって要は負荷を逃がさないようにできてる証拠なんですね。はい、うん、なのでしっかりできてる証拠なのでバッチリです。ありがとうございます。はい、初心者の方なのでバンド取っていただいて大丈夫です。はい、で今度うつ伏せに入れていただいていいですか？うつ伏せ、はい、そうですね。で顔までベタってつけちゃいます。はい、でこっから足を上げていただいて、はい、で V の字に足をこういう感じで上げていきます。ああ、でその時にお尻使ってる感じありますか？はい、お尻だけじゃなくてなんかもう腰も痛いです。ああ、そうですね、背中も若干使うと思うんですけど、はい、なるべくお尻をぐーっと地面に押し込むような感じですね。していただいて、はい、そうですね。で、膝伸ばしきっちゃいましょう。あ、膝を曲げないように。こっから V の字にぐっと上げていく。こういう感じで。シャチホコみたいな感じです。そうですね。で、足の形はこういう感じで上げていくような意識ですね。開く、ね。下げるときに、そうです、はい。開いていくような感じ。下げるときに、こう地面につかないように。ここから浮かした状態でこう繰り返していきます。はい、その時にお尻のこの辺使ってる感じあると思うので。めっちゃプルプルしてます。うん、いいですね。じゃあこっから15回いきましょう。はい、あれでももう今8回ぐらいやりましたけど。あ、全然見てなかったんで、すいません。はい、すいません。はい、イケメンに頑張ります。じゃあ行きましょう。はい、はい、せーの、そう、1 2、いいですね、3、4、そう、5、つかないように、そうです、6、7、8、9、
10、そう、最後まで頑張って5回、1、2、そう、お尻意識、3、そう、下につかない、4、ラスト5、 OK、 バッチリです。うん、うまいですね。自分一人でやってたらきっと10回でやめちゃうから、こうやって誰かに見られてる方がサボらなくて済みますね。そうですよね。それがパーソナルのいいところです。はい、バンド一番柔らかいやつ用意してください。はい、さっきと同じかな。そうですね。で、今度もも裏、この筋肉いきます。はい、で、ここのストレッチ種目って言って、ぐーっと伸ばして、はい、ストレッチさせて、戻すような感じ。この種目をいきます。了解です。はい。じゃあ、このバンドを、足、こういう感じで、腰幅ぐらいにかけてください。はい。あ、地面に踏んじゃう感じです。踏む。そうです。地面に踏んじゃう感じで。地面に踏んじゃう感じ。そうですね。こういう感じで。あー。見えます？縄跳びみたいになってる。あ、そうですね。縄跳びで踏んじゃうバージョンみたいな。いや、え、これちぎれない？大丈夫です。ちぎれないですか、これ？はい、ちぎれないです。はいはい。で、足は腰の幅で、肩幅よりちょっと狭めですね。そうですね、はい、で、横向いていただいて、はい、そうです。で、胸をまずぐっと張ります。上に向けるような感じ、胸を。はい、そう、その状態でお尻をぐーっと突き出していきます。そう、どっちかというとここの股関節って言うんですけど、はい、ここをこう曲げるような感じ、ぐーっと、そう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 。で、若干膝曲げてください。若干若干。そうです。お尻の位置下がらないようにしっかり胸張りましょう。つりそう。そう、その時に裏もも伸びてる感じありますか？パンパンです。パンパンですか？で、はい、もうちょっと限界まで下まで行って思いっきり伸ばす。そう。そっから胸張った状態で上げていくような感じ。そうそうそう。はい、で、手は伸ばしきっちゃってください。こういう感じで。肘も伸ばしきって、はい、胸張った状態で、このままお尻突き出していって、もも裏ぐーっと伸ばします。で、手も伸ばしきっちゃいましょう。手はまっすぐ前ですね。そう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 。うわー。で、伸ばしたら今度は上げていく。そう。で、お尻を締めるような感じ。そうです。これ繰り返していきましょう。ぐーっと伸ばしていって、ここから10回いきます。はい。そう、上げる。2。これ伸ばすときかなり重要なんで、はい、この下のところですね。ここで思いっきり伸ばしちゃいましょう。これがかなり重要です。はい。そう、上げる。2。そう、伸ばして。3。そうそうそう、うまい。ぐーっと伸ばして。4。そう、ストレッチ。これ5、あと5回いきます。頑張って、はい、そう、伸ばす。6、はあ、うん、7、3つ、8、2回いきます。9、ラスト。10、オッケー、バッチリです。うわー、きつい。どうでした？この辺使ってる感じありました？だいぶ使いましたね、今。普段使わないところ使いました。あー、オッケーです。いいですね。じゃあ今度もう一種目、はい、裏ももとお尻の種目やりたいんですけど、はい、なんかこういう軽い台みたいな椅子、椅子になる台みたいになるような椅子ってありますか？あります。
あ、じゃあちょっとご用意していただいて。それちょっと小さすぎるから、まあ大丈夫かな。すいません。あ、すいません。それはあのボールですね。間違えました、ごめんなさい。え、これあれですか、お笑い系のモノボケ祭りみたいな。こういうあ、そう、それそれそれ、はい、こういうのでいい、はい、OK です、OK です。で、これに足をかけてブルガリアンスクワットっていう種目をやっていきます。じゃあ、足をこうかけていただいて、はい、うん、そうですね。で、なるべく足を前に乗せます。そうですね、もうちょっと足を前の方がいいですね。 OK です。で、これ注意点としては膝がこう前に行かないように下がっていくんですけど、はい、ここをお尻こう突き出していただいて前傾になります。はい、そうです。ここから膝前に出ないようにぐーっと下げていく。出ない、そうで、そこから上げていく。そうです。これ繰り返していきます。ぐーっと下げて、そう、膝前に行かないように、そう、2、いいですよ、下げる、そう、3、これ今、裏ももとお尻使ってる感じありますか？痛いです、もう。 OKOK、 4、でちょっと前傾になりましょう。上半身前傾になって、そう、胸張りましょう。いいですね、5、6、4ついきます、頑張って。ストレッチと筋トレを兼ねてる感じですか？7、3つ、8、そう、手使わないようにしましょうか。はい、8、はい、2回、うん、2回いけます、2回いけますよ。あ、そう、9、はい、ラスト、頑張って、はい、深く下げて、はい、OK、バッチリです。うん、うまいですね。これ多分一番きつかったんじゃないですか？これ今までで一番きつかったです。オッケー、じゃあ反対いきます。はい。うん、そうですね、いい幅です。で、そのままぐーっと前傾になって、胸張って、お尻引いちゃいましょう。ちょっと、そう。そうです、そうです。1。うん、いいですよ。2。3、4、5、そう、前向いて胸張って、そうです、6、4つ、7、8、9、ラスト、はい、OK、 いやー、もう足が分かんない。せっかく台あるので、二の腕の種目、台使ってやります。はい、もう一度、そうですね、使っていって、今度手を置いちゃいます。お尻の横に手を置くような感じで、そうですね。で、こっからお尻を浮かせます。ちょっと前にするような感じですね。そう、お尻浮かせて、で、この肘の支点、ここですね、はい、ここを固定していただいて、こっからぐーっとお尻を下げていく。肘は縦に後ろに行った方がいいってことですか？肘はその位置で固定した状態ですね。そこから動かないように、で、90度に曲げていくような感じ、肘を、そう、それです、そう、2、いいですよ、3、この時二の腕使ってる感じありますか？はい、
うん、いいですね。4。後ろ側が。そう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 、OK です。5。6。あ、いいですね。7。8。9。10。あと5回いきます。頑張りましょう。1。2。3。4。ラスト。5。OK。お疲れ様でした。お願いします。椅子、台はもう OK ですね。はい。ちょっと収納していただいて。で今度マット使ってやっていきます。はい。腕立て伏せって普通これぐらいの肩幅だと思うんですけど、はい、これをこれぐらいの幅、拳1個分ぐらい開けた状態の幅ですね。OGビーフぐらいってことですね。何でもないです、すいません。はい。そうですね。じゃあこれぐらいの幅で三角作ります。はい。ここからこのマットを使ってやっていきます。はいはい、腕立て伏せするみたいな感じで、さっきの手幅で、はい、そうですね。でもうちょっと膝後ろの方がいいですね。そうです。で、こっから肘を後ろ方向、横じゃなくて、はい、こうじゃなくて、こういう方向ですね。脇後ろ方向に引いていくような感じ。そう、脇締めるような感じで、ぐーっと下ろしていって、ギリギリまで行って上げる。そうそうそう、うまい。ぐーっと下げていって、上げる。そう、いいですよ。下げる。上げる。そう。3。4。そう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 。5。そう、続けましょう。15回いきます。6。ほど遠いな、15まで。7。うん、いいですね。8。下ろすときゆっくりで、上げるとき早くいきましょう。9。10。はい、5回いきます。頑張って。1。そう、脇締める。2。いいですね。3。4。ラスト。5、OK、バッチリです。もう、全戦力を使いました。ラスト腹筋2種目やっていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、腹筋って言っても、こういう長い筋肉なんですけど、はい、その上に効かしたりとか、下に効かしたりとか、いろいろできます。まず、下から中部にかけて、はい、ここの種目いきます。はい、でその後に2種目目で上の種目。じゃあ仰向けに寝ていただいて、で手を横に広げた状態で置きます。はい、もうちょっと下ですね、手は。そう、そう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 、足上げていただいて、はい、で上半身はおへそを少し見るような感じ。そうです。こっからぐーっと下げていって、で上げていく。あれ、なんかもう腹筋が、そうそうそう、ここからぐーっと、そう、足伸ばした状態。腹筋がどうしました？今日腹筋って鍛えました？今日腹筋鍛えてないですね、まだ鍛えてないですよね。はい、もうプルプルしてるんですけど。手を横にやって、そう、ここからぐーっと下げていって、つかないギリギリまで下げていって、そう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 、で上げる。そう、上げる位置がここまで90度までいっちゃうと負荷がちょっと抜けちゃうので、うん、この辺で止める。そう、こっからぐーっと下げていく。そうです、うまいですね。2、うん、いいですよ。3、4、5。ちょっと上まで上げすぎですね。この辺で止めて、そう、そうそうそう、そこ。6、7、そう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 、8、9、頑張りましょう。あー、10、はい、5回5回、
きたー、1、2、3、4、ラスト、オッケー。なんかもう今めくったらバキバキに割れてる気がします。じゃあラストの種目いきましょう。今度腹筋の上の種目です。はい、じゃあそのまま寝ていただいて仰向けで膝を90度にします。手伸ばしていただいて、ももにつけちゃいましょう。はい、そうです。で、こっからおへそを覗き込むように、はい、ぐーっと上げていくんですけど、その時に膝にタッチするぐらいで止める。で、ゆっくり戻す。そう、戻した時に頭つけないように胸だけ張りましょう。はい、胸張って腹筋伸ばすような感じで、ストレッチかけてから上げる。これを繰り返していきます。そうそうそう、胸張って伸ばして上げる。そう、胸張って上げる。そうです。4、5、そう、しっかりおへそを乗り込んで、6、そうです、7、8、9、10、5回いきましょう。しっかり胸張って、そう、1、下で胸張る、そうです、2、3、4、ラスト、5、 OK。 お疲れ様でした。あ、 42.95 分走り切った後ぐらい達成感あります。これでもう終わりですか？そうですね、今日お尻と裏ももと腹筋と二の腕。おー、すごい。結構女性で全部気になる部分だと思うので、オンラインパーソナルの皆さんは30分、で、はい、これぐらいの種目数をやるような感じですね。いいですね。それはどこか、はい、週2回とか。そうです、週2回やって、食事もみっちりアドバイスさせていただくような感じですね。いや、なんか今始めた時よりも、はい、終わった後の方が、はい、すごい心が安らかになってます。あー、そうですよね、はい、やってやったなって。本当筋トレってストレス発散になるんですよ。うん、これ本当科学的にも証明されているので、はいはい、続けることが大事ですね、やっぱり。じゃあそうですね、うん、もっとたくさんいろんなとこ鍛えたいなとか時間かけてみたいなっていう方は、はい、その30分以上もできたりとかするんですか？はい、一応そういう場合は例えば、回数制なんですよね。1ヶ月8回制なので、はい、例えば1時間やりたいっていうのであれば、はい、そのかける2なんで2回分消化っていう扱いでさせていただくことはできます。ただまあ1時間自宅でやるのは結構長いと思うので、はい、30分で十分だと思います。なんかね、ジムとか行ったりとかすると、うん、人目気にしながらやったりしなくちゃいけないじゃないですか。はい、ああ、そうですね。パーソナルと自分の家から人目も気にせず、はい、マンツーマンでできるからすごく楽しいですよね。いいです。あ、そうですよね、確かに。特に女性だとやっぱりジム行くと男性に見られちゃうとか、うんうんうん、結構あると思うんですよね。うん、気にします。なのでそういうのはパーソナルは気にならないので、うん、まあ、そこもいいとこですね。菅野さんのじゃあパーソナルトレーニングに通いたいなって思ってる方はどうしたらいいですか？オンラインパーソナル。オンラインパーソナル。あ、オンラインパーソナルは、じゃあ、あれですかね、概要欄にホームページに載せていただいて。そうですね。僕 の、 そうですね、の詳細のところに概要欄載せておきます。はい。はい、そこから、はい、LINE に飛べるようになってますので、はい、LINE で、カウンセリング、そうですね、はい、最初のカウンセリングをさせていただくので、そこでご説明させていただきます。わかりました、載せておきます。はい、お願いします。いや、でも菅野さん、本当にご丁寧にありがとうございます。はい、あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました。僕も体なまっていたんで、ものすごく、はい、充実した時間を送ることができました。いや、よかったです。ありがとうございます。これを機に筋トレ続けましょう。はい、頑張ります。本当ですか？言いましたよ。いや、今、イケメンになるためだったら何でもやるんで、もう。お、さすがです。はい、それでは、菅野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ママ！はい、ということで、トレーニング、ただいま、受け終わりました。もう腕上がらない、腹筋が痛い。でも、これが気持ちいい癖になるんですよね。皆さんも、まあ、ちょっと今体なまってきてるなとか運動不足解消に何かしたいなという思われてる方がいらっしゃいましたら、ぜひオンラインでパーソナルトレーニング受けてみてはどうでしょうか。本当に丁寧に一つ一つ教えていただけるので、初心者の方でもゆっくりと
勧められるトレーニングなのかなと思いました。概要欄の方に、その菅野さんのトレーニングのジムの詳細の方を載せておりますので、菅野さんのトレーニングぜひ受けてみてください。それではこの動画良かったなと思う方は高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。